どうもパフォーマンストレーナーの宋之介です、えー。今回はですね、えー、新しいまたグループ、Fantastic from Exile Tribe ということですけど、この前ね、ねランページの間違いどね、そう世界こっちだったね。Fantastic にいたんでね、Stop for Nothing ていう、なんでこれ2なのかわからないですが、えー、見たいと思います。Exile、えー、さん。 もし僕の動画初見で見る方ですねえ僕はパフォーマンストレーナーといってエグザイさんの LDH に入ってる PCP っていうダンあのジムの代表さん LDH のトレーニングをや,あのやっているえジムですよね代表ですよねまあそういった方と結構路線が同じのえ勉強の路線とあと指導していますで まあ僕はどっちかというと、その、動くっていうことに対して、すごくこう、視点を持っていて、人間の動作だったりとか、生活習慣を変えたりとか、そういったところをこう、専門としたトレーナーでやってます。もしね、僕のあの、こいつ誰っていう、本当にトレーナーやってんのと思ったら概要欄見て、あの、ぜひ、経歴とか、持っている修了書とか、資格とか、あとはその、あと、 ポッドキャストとかもやってるので、そういったちょっと、普段、本当に話していること。で、このチャンネルは僕が純粋にダンスが大好きで、僕はあの、クザ i l ヒロさんに憧れて、27ぐらい、25かな、そうぐらいで、えー、ダンスやろうと思って、やったぐらいなので、で、ダンススクールも未だに通ってますし、習ってる側ですよね、習ってますし、まあ、全然うまくならないんですけど、はい。 もうエグザイルさんはもう大々大々大大、中学生高、高校生ぐらい入った時からですね、もう大好きなんで、その魂を引き継ぐね、ね受け継ぐ、ちょっとメンバーのダンスを見たいと思います。えー、名前はもう世界くんしか知らないです。<laughs> いきまーしょう。おーい。 うえちょっと久しぶりだね、なんか。うえ,うえこれはこのいいですね、足のスイッチング。これ、最近お客さんにこれ教えました。ある、まあお客さんが、あの、あるダンスをやってて、ネタ、おせっかいですけどね、なんかネタを提供するのに、この足のスイッチングを教えた気がします。ボールチェンジみたいなね。 えー、世界君とかもこれすごいのがねすごいっていうか我々パフォーマンストレーニングまあもしその EXILE さんのことが大好きでトレーニング始めた方とかは分かると思うんですけど、えー、まず初形初めに習う基本的な人間の動作の中でランジとかこれニーリングスタンスニーリングスプリットスタンスっていうんですけどこういったところって 年々このスタンス取れなくなってくるんですよ。多分経験あると思います。膝つくと膝痛くなるとかね。うん。で、この,あのスプリットのスタンスで、ダンサーさんとかはすごいなって思うところダンス上手い下手じゃなくて、やっぱ人間的に基本があるかっていうところ、人間的な動作に。それが股関節の延長線上、寛骨、寛骨球があって、そこから球アングルって言って、15度ぐらいこう、ね、角度があるんですけど、まあ、 そこのこうアングルにまっすぐ寛骨球のところをこう延長線上にしっかり膝が関節があって足があるっていうこういったアライメントって言いますけどこれが揃ってないと 例えば、膝が前に抜けたり、内側に入ったりすると、全然見、別に見、見た感じは別にいいんだけども、動作が遅れてるし、動作が遅れたりとか、あと動作がブレるんですね。で、このついてる膝の関節もそうなんです。これも痛くて引けたら、次の動作がやっぱりぐちゃぐちゃになっちゃうんです。だから、やっぱり動く仕事をしている人、アスリートもみんなそうなんですけど、 どこに足が来たら一番安定して次の動作がスムーズであるかっていうところで見せる人だったらぼたつきがないように動くためにはやっぱり人間的な関節の流れに入った方があの綺麗に見えるんですよねエグさを見せるんだったらそれをどんどん崩していくっていうハイパーモビリティとかいろいろこうタコみたいな動きしてる人たち見たことあると思うんですけどあれはやっぱり生まれ持ったハイパーモビリティっていう 特殊な関節だから、やっぱ一般の人たちはできないんですよね。こう肩抜きとかね、肩回しちゃうとかね。そう、だから人間ってちゃんと正しい位置にやっぱり関節がスパッとあると動きやすいんですよね。うん。すごいね。さすがだよね。動きながらちゃんとヒット入れてんだもんね。いえ。うこの子すごいね。右の子。 こういう股関節の真ん中世界君の向かって右側にいる子このコンバース入っている子まあみんな全員コンバースかバンズかかっこいいこういった股関節の使い方いいっすよね。 いやーここの割れ足、ここピタッとこういった、あの僕のライブ配信もぜひ、あの暇な時見てみてください。この股関節の話めっちゃしてるんで。開いた時にね、ただ開くっていうだけじゃないんですよ。で、僕はここでたくさん体の機能低下してしまった人しか見てないからわかるんだけど、あの足を開いた時にね、膝がね、内側にこう抜けちゃうんね。抜けるか止まれないかどっちかなんです。これいろんなことが言えるんですけども、 スパッと言うと、もうと、とにかく股関節の働きがもう悪いというよりは失ってしまってるんですね。いわゆるうまくコントロールができない。うん、人間としてこれは行動にあの関わることだから、絶対にあのこれはちゃんと直すべきなんだけども、股関節って横に広がるときに、ただ横に開いてるんじゃなくて、実は外線っていって少しこう回線が入ってるんですね。だからこう、赤ちゃん生まれたらこう M 字開脚になるでしょ。あれってこう、ちょっと関節が外にこういうふうに。 外旋って、肩で言うとこういうことを外旋って言うんですけど、外旋しながら、そう、あの、股関節が曲がってるんですね。で、この股関節外旋せずに、股関節だけ割ったりすると、膝が内に抜けてくるんで、ダンスの場合そういう見せ方あるんですけど、こういうスタンス広く決めるこうアーティストとかは、やっぱりこれは必須だよね。でもやっぱここをしっかり中心にこう、重心がスパッとこう乗ってくる動きの方がやっぱシャープに見えるよね。 うん、これすごいっすね。イン・アウト一発であったね。これ、ね、これねそう。だっつ,つ,つ,つったっていうやつ。これがイン・アウトって僕らがよくエクササイズ種目でやりますね。つった。ここね。うわ、めっちゃ綺麗よ。本当に綺麗この子。この子はパフォーマンス高いと思うな。 ちょっと待てちょっと待てやっぱすごいなうんいちいちヒットがかっこいいウラコステウマやっぱ世界くんうまっうえこの黒い子何 うえーすげえ131からコントロールしてるね。うえーうえ。ここ速くて見えない。これかかとね。かかとで。これ一発で、たたたって今、かかとで入ったら分かります結構こういう動き、ダンス多いんですよね。こういうふうな。足先でこう動くときに、べた足じゃなくてかかとで突っかけてこう入るときが多いですよね。 うん、ダンスやってる人はねよくわかると思うんですけど一瞬すぎてわかんないよねうんー柔らかいちょっと待って情報量が多い本当にあの動作分析をしているんですねグッチー これす、本当世界くないそれって綺麗ですよね、本当に。うえ。これみんなメンバーすげえ股関節じゃねえわ。すごい股関節引き上げてるか早い振りが。ここね、しっかり股関節屈曲してます。うん。こういったのが甘いと、あれってなるんでね。 こういったとこが当たり前にできる子たちがやっぱこういったやっぱステージに立てるというかこういう場を持てるんですよね場を与えられる、うん、う,えうえやっぱこの子すごいやっぱこの子 うんうん柔らかやらかいってのはその力みがないういちょっとやんちゃな顔してんなうお,ー <laughs> うおーこの子もすごいなうえすげえやっぱすげえわスカイ君はすっ かけるスピード速い。いや、素晴らしい、インナウト。もう何でもいい、何でもいいけど速いわ。うえ割れ足かましてくるね。でね、やっぱここにスコって重心乗ってくるから、この重心落とした、割れた、この反力で上がるんですよね。これ、うん。足で蹴ってんじゃないんですよ、これ。本当に。このね、バウンドの練習を結構、LDH さんは、 UXPG 多分元根本はやっぱニュージャックスイングがベースだからだからやっぱちっちゃい頃からそういったこうそういった基礎が16ビートの基礎が入ってるとやっぱ弾む動きっていうのにやっぱ強くなるのがねどうなんだろうねまあちょっともう天才だから何とも言えないけどでもやっぱここはパフォーマーなんだね やっぱほんとラコステとか綺麗うんああなんかちょっとニュージャックっぽい動きが入ってるねうわこの2人メイクな後ろの2人ええバウンド入ってくるね あちょっとベースニュージャックっぽいよねここら辺ねもうちょっと先かまあいいやこんな子がいるんだね かわいすぎだねお来てるあれちょっと待って間違ってきたらやだから言わないのこ <laughs> あで、違うわうえいうわいえー、ザエルっぽい いやあ、声がい,いいね。いやあ。えー、でもな、マジでこの子が気になる。この一番右の子。すごく力入ってないし、獅子のコントロールがダイナミックで目立つ。僕の中で。うん。いやみんなクソうまいけどね、ここのメンバー。 いやあいいですねこういう使い方いいっすね一番この左の子見てもらったら分かるんですけどこういう風な可動域作るのいいですねうん本当にこうここまで体使わないと皆さんやってみるといいよめっちゃ可動域作っていくから、うん、やっぱこういう風な遠心的なこう体ガバッとこう開いて使うダンスの振りが好き できねえけど、この投資とかもすごい深いっすよね。うんと。こうある投資とかね。うんうわん、んこの子、本当自慢しろこの、気になっちゃう、この子の股関節の使い方好きだね。深いね。なんかね、あるんですよね、僕の好みが。 こ何んつうんだろね足からじゃないですよねやっぱこうちょっとば武道の俗語ですけどやっぱこう聖火聖火かから落ちる聖か丹田からスコッとこう落ちる感じっつうのかなうんゆらで跳躍がすごいスムーズで高いでしょうんもうそっからしか動いてないうん <laughs> こういう空間好きだよね <laughs> ええー、おきたねえー、かちょっと待ってめっちゃ情報量が多すぎる うえ、くわ <laughs> こういう振りやってみてーすげえなやっぱかっけえなーうえーこれなんだっけ忘れちゃったこれもそうですねこれももうニュージャックの動きだよねいいね魂が残っててあー俺もグッチ うん、ここっすね。こう、ほね、ちょっと世界君はあんまりしっかり見たことないけど、こ,この、えー、っと、基礎的なファンクションというか、ここ、こういった時のわかるかな足のアライメントと体のアライメントが体格取ったら変わってないのわかりますここのシルエット取ったら、あここの、 あの体格崩さず足屈曲させてまた進展させてるでしょこういったところがファンクションなんですねこれがこういう屈曲が入って背中に屈曲が入ってやっちゃうとまた変わっちゃうからすごく背骨を維持して動いてますよねええスピードですげえすっごいうまいと思う僕は K−POP 結構見てるけどあんまこういうタイプいないですね うわ、巻き足好きだね。ああ、巻き足やるのがね、ま、巻き台さんとかやってたかな、巻き足でよくね。まあみんなやってたけどね。うん。うええー、やっぱさすがっつうかすげえ、本当に。 うわ、これ、歴に合わせてんのかな。うわ、爆発してる。<laughs> いろいろ <laughs>、いろいろ忙しい。うぃ、うううぅ、う <laughs> あ、ちょっと待って、ヒロさんいました。この子、ヒロさん好きじゃないかな。まあと、マスさんとか。 ぽいそうあのこうのフォーシこういうアームフォーシングのアームとかもうやっぱもうほんとねあの松さんとかねあのヒロさんとかめちゃくちゃかっこいいからねヒロさんの動きとかソロほんとにこのフォーシングのアーム好きだなうういいねほんといいわ。 この子も見てこの股関節の屈曲の角度すごいよ本当にめっちゃいいこれ本当この子深いんですよいや中からなかなか見ないのこう,こういう深さ本当にしかも曲がやっぱいいね速くて速さがあって可動域があっていいっすね 後ろもいいうえちょっとすーやっぱ世界くんすごいわほんとにうえすっごいねこっから突っかけてまず、あ、次弾んでるからね体の使い方がえぐいほんとに手先じゃなくて多分もうこっから取ってるよね球審からとと取れるんだろうね あの振り作れるってなんであれを思いませんみんんみななで振り作れるんだろうってあれってなんでかっていうと体を動かすすいいいろろあると思いますもちろんそのセンスだったり曲を聴き込むとかちょっとそれ別として人間の能力で考えると体を使うアウトプットできる能力が高いからこそ繊細な動きができるからそうアイデアをこう作るキャパシティがやっぱ 多いんですよ我々ではなかなか考えられないそのキャパシティがそうこっちに動かすとどうかなとかこっち行くとこっち行くとあっち行くとっち行くと首こっち角度向けた時こっちに抜いたらどうなるかなとか多分考えもしないけども自分が曲を聴いて動いている時に多分そういった発想が出てくるんですよね僕ら動けるキャパシティがないから発想アイデアがこう出てくるもうやっぱり もううう範囲が決められちゃうというかだから僕,は僕あのトレーニングする時もあの必ずお客さんに言うんだけど何一日二日一週間一年やったって体なんて絶対変わんないんですよやっぱり何回も何,も何年も何年も何年もやり続けることによって自分のことを理解できる領域に入ってくるんですね。 運動していない人の特徴って自分のことを把握してないじゃないですか。自分はこれをやるとどうなるとか。自分の関節の動かし方がわからない。で、むしろ運動やってない人一番怖いのが、何かを見た時に辛いのかな辛そうに見えないこれ重いのかなそれもわからないんですよ。わからなくなってくるんです。だから、ちゃんと経験をさせなきゃいけないです。よくある、まあ僕のジム来た人たちはみんな体験してるんだけど、 えー、足のススタンスをパッとと決めますすす僕がちょっと押すんですそうするとケツがつこんと落ちちゃうんですよ。それは神経がちゃんと、えー、リアクション反応っていってあのリアこうやって負荷が来たら反,応反射的に体を守る範囲にこう行為に至らないんですよね。これ神経反応なんですけどだから筋肉をつけるとか代謝が上がるとかそんなことは僕らからしたらもう宇宙クラスの話で。 僕らでも考え出さないことを一般の CM とかで流すんです。なんでかわかりますか本質の CM 流すとつまんないからですよ。痩せるのにはこれだけ時間がかかりますよとか、これ食べたら何グラムの栄養を取らなきゃいけないですよとか、カルシウム取ったらこの栄養素と一緒に取らないとカルシウムは吸収されないですよとかって言ったらつまんないじゃないですか。物が売れないんですよ。だから、やっぱり、 その拒絶がね、もうめちゃくちゃになっちゃってるっていうのが、この日本の健康管理の悪いところです。そう、だからトレーニングなんて、アメリカの人のインタビューとか、すごく聞いててほしい、聞いた方がいいと思います。一般の人の。なんで運動をやっているのか、なんでこれをやっているのか、あの、ダイエットのためとか、そういったことを多分、くちばしる人いないですよ。僕はもう海外でやってたから、あれですけど、すごくその言葉の力とかが弱い。 アウトトプットががすすごく弱い気がします体を使うっていうのはあの自分を最大限理解していく一番重要なポイントだって僕らは仕事の中でプライド持って言ってるので。 自分の体の使い方がわからない。自分の状態がわからない。自分が何をしたらどうなるかわからない。それは何も把握してないということが、ものすごく長い人生を、健康寿命を長くしていくっていう上で、一番怖いことです。で、それをお金払って誰かに依存して、ここはああだこうだ、言われて何か喜ぶとかっていう、その精神も僕は弱いと思いますね。 だからこういったアーティストたちがこんだけサクッとこんだけ素晴らしい動きができるっていうのはもう常に常に常に練習して何かに立ち向かってやってるからこそこれだけの動きができるんですよねだから見て感動するんですよね本当にうんいや股関節これねズボンこうやって押さえるでしょこれねあの かっこよさもあるのかもしれないんだけど、これ実はさっき言ったように、ここに力が流れてくるときに、こうやって使う人の、あのね、そこにね、力が入っている証拠でもあるんです。これ何かっていうと、武道をやってると、師範台の人って、帯の下に親指をこうやって突っ込んで、へその下にこうやって置いて、腹圧をこうやってつけてたりするんですね。よくね、帯を下に落とすんですよ、こうやって。これ何かっていうと、 腹を膨らませて下にこうやって丹田に力聖火丹田にこう力を入れる結構ねあのそういうど動作や素振りする先生が結構いるんですそう手の前手へその下の前にこういうふうに手を添えたりして技をかけたりするんですけど力が流れる方向にこうやって手とかこう締めたりとかするあの行為をしたりするんですよね振りの中でもしかしたら入ってるかもしれないけどまあこうやってスあのスカイ君とか見ても入ってないんで。 だからやっぱ力がこう入るところ落としたいところにこう手が行くっていうのはそう特徴ですねウェーブでこうやって手をこうやって添えるのと結構似てますねここをなんかどっかで動き出したいとかっていう、うん、ああすっごくこれねこれ点取りっつってこうつま先立ち足揃えた時につま先が立ってるじゃないですかこれなんでと思うかもしれないけどこれこそ体の能力が上がってくるとこういうね 足裏が床につ,つけたくないような反応が出るんですよ。で、これ反力で上がる。膝全くほとんど曲がってないで飛んだでしょ、今。ほら、この子。一番右の子もみんなそうでフィジカル高いから。これはね、一気に体弛緩して、ポーンと飛べるんですよ。膝を曲げて、えー、ってやらないでしょ。これだけ足浮くんですよ。これがね、抜きっつって、抜く動作ですね。ダンサーの一番すごい特徴が、 筋肉の士官スピードがとてつもなく速いんです。うわぁ、ちょっとこうジャックっぽい。えー、ここ好き。こほらほら、見て。見て右、右のこの、右のこの股関節の使い方大好きです。この振りが大好きです。この振り大好き。はい。 アトムーン。いや。おすごい。ここでディテール撮ってるね。こういったとこだよね。世界君ね。素晴らしい。ちょっと喋りすぎだね。はい。あの、僕はこういう風にバチバチのね、上下運動のすごく深いあの踊りが大好きで、大好きなので、もしあったらぜひ紹介してください。僕は基本的にダンスプラクティスが見ないので、はい。 ハハハ